いいつも見てくれてありがとうございます今回はですね、ブルーロック映画見てきたんで、感想を言いたいと思います。で、もう結論から言いますと、めちゃおもろい。もう一回言う、めちゃおもろい。<laughs> 僕、見に行くときに、何だろう、ただの総集編かなと思って見に行ったんですよ。まあ、今回の話っていうのは、この、なぎちゃんが主人公、あの、よいちが主人公じゃなくて、なぎ視点の、あの、 物語なんでですよ今までのの総集編かかと思ったのただのだからつまらんだろうなと思いながらも俺ブルーロック好きなんでまあ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 ,まあ、まあ、一応ファンとして見ておこうかなと思って期待せずに行ったんですけどもクソもろかったはいあのー、ブルーロックファンは絶対に見た方がいいですでブルーロック今まで見たことない人が見に行くとちょっとどうなんだろうなきっと うーんまあ、一応、なぎ支店のスタートから入ってるんで、もう分からなくてもいいと思うけども、やっぱり見とかないといつ、よいちと合うんだろうとか、どこら辺で変化するんだろうっていうのは、ちょっといまいち感動がちょっと失せちゃうんで、やっぱりちょっとね、アマゾンプライムとかで確か見れるはずなんで、まあ、ちょっとあの、第1シーズン、第2シーズンあるんですけども、第1シーズンだけでも見といた方がいいですね、間違いなく。はいまあ、と,りあえずとりあえずね、見とけ。<laughs> そんな感じ。うん。もう見とけ。はい。もうおもろいから。あの、映画館で見に行ってもいいと思います。はい。で、一応ね、コミックスももらえるから、映画入場特典もあるから、その、行った方がいいです。これはパンフレットなんだけども。で、あとね、見に行ったらね、夜も遅いのにね、その、女の子がやっぱ多いのよ。結構可愛い子もいて。で、しかもさ、女の子の服装を見るとさ、もうデートし,ぬしに行く服装だったのよ。デートする。うん。 もう私、ナギちゃんとデートするのよとか。はい、あと、このねこのお方もね。えー、っと、ちょっと待って。<laughs> えっと、えー、っと、そう、そう、見かけちゃん、見かけちゃん。もう、なんかどっちかのファンなんかわかんないけども、もう商品も売り切れててさ、特にギちゃんが売り切れてて、ちょっと1個だけ余ってて、であとまあちょ、ちょっと残ってたのよ。はい。なんで もう見に行った方がいいっす。もう安心して行って。あとコミックスも売り切れる前に行って。あとパンフレットもね、1人2つまでってなんか制限あったから、すぐ売り切れちゃうかもしれないから、なるべく早めに行った方がいい。1000円だから。はい。っていうことです。ではね、あのー、ネタバレあり動画を作るかどうかちょっとわかんないけども、もう、ちょっと最近もう <laughs> きついんで、はい。まネタバレなしで行きますんで、はい。よろしくお願いします。もうぜひぜひ見ていってください。じゃあね、またね、バイバイ。ありがとうございます。